はい、どうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも、塾長の井上です。どうも、こんにちは。本日は、内申点低かった、どうしよう。だけど大丈夫。これについての話をしていきたいと思います。これは愛知県公立高校の話をさせていただきます。他県の方もね、参考になる部分もあるかと思いますので、ぜひね、チェックしてほしいなと思います。内申点というものがまずわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、内申点というものは学校の成績表ですね。愛知県だと5段階評価になってまして、1から5になります。この内申点というもので、愛知県の公立高校、どういった学校が受けられるのかが決まってきます。まあ、受けることはどこの学校でもできるんですけども、その学校を受けるためにはどれぐらい必要かというものがあります。こういった話わからない方もいらっしゃいますので、まずそういった話をさせていただき、内申点がなくてもこういった対策を取っていけば大丈夫、そういった話をしていきたいと思います。ちなみに井の塾では、例えば昭和高校内申36、37ぐらいですけども、内申29とか31でも結構な人数受かってますので、そういった内申点がなくても受かっている塾のやり方、ぜひね、参考にしてほしいなと思います。またね、このチャンネルでは愛知県の受験情報や学校情報をたくさん出しています。そして何か相談したければ生放送オンラインコーチングもさせていただいてます。ぜひね、チェックしてほしいなと思います。またね、愛知県公立高校の合格判定っていうサイトを作っています。去年も作ったんですけども、今改良しています。下の概要欄に URL ありますので、そちらチェックしてほしいんですけども、何かと言いますと、自分の過去問の点数や当日点を入れて内申点を入れることによって、どれぐらい点数がないと合格できませんよっていうのがあります。これはね、去年だと7万件のデータが集まっています。先輩方のデータを見ながら自分の受験対策を考えてみるのもいいかなと思いますので、ぜひね、そちらもチェックしてほしいなと思います。それではどうぞ。はい、それでは話をしていきたいと思います。まず内申点とは何ぞやっていう話をしますね。まあ、これはさっきもちょっと言ったんですけども、学校の成績表で1から5、この段階でそれぞれの教科で評価をされています。これが内申点です。ただ受験に使われるのはこれを2倍した評定というものに変わります。まあ愛知県の受験ね、ものすごい分かりにくいんですけども、例えば内申全部の9教科のね、合計が30だとします。そうすると2倍して60というものが評定、これが受験で使われます。そして受験の当日点とその内申点を合わせたものが、これが合計点。この合計点で合否が決まってきます。だから内申点で決まるわけでもなく、当日点だけで決まるわけでもないです。愛知県は2つともののデータで判断していきます。ただここで注意なんですけども、愛知県には受験の合否判定をする段階っていうのが5段階に分かれています。どういったことかって言いますと、学校によってどういった学校はこういった判定方法をしますよっていうのがあるんですよ。例えば当日点を2倍するとか、当日点をそのままにするけど内申点はさらに2倍をすると、まあ評定を2倍するってことですね。だから内申点からするともう4倍ですよ。こういった学校もあります。これについては井の塾のブログぜひね、細かく書いてありますのでチェックしてほしいと思います。簡単に言いますと5段階、1つ目が内申点 ×2 倍、これで90点ですね。90点満点。そして受験当日の点数、これが110点満点になりますけども、これを合わせたものが合計点で評価をするっていうのが1というタイプ。そして2というタイプは内申点 ×2×1.5、 これで合計135点。そして得点が110点、これを合わせた合計点が合否判定。そして3番、内申点 ×2×90点ですね。そして得点が ×1.5倍されます。そのため165点、これを合わせた数を合計点として合否判定するのがタイプ3って感じです。そして新しくできたタイプ4、内申点 ×2 倍、さらに ×2 倍をして内申点がマックス180点、そして得点が110点、これを合わせた合否判定、内申が全部で4倍されるっていう、すげえ内申重視。そして最後に5番目、内申点 ×2 倍、そして多数得点、当日点ですね、を ×2 倍、これが全部220点ですね。それを合わせた数、これで合否判定をするっていう形になります。まあ大体上位校になれば5番目か3番目、そういった形になっています。なぜこれを話をしたのか、それは皆さんが今何をしなきゃいけないのかを明確にする、そういった話のためです。
内申点、自分は受験校に対して足りませんでした。余裕があります。いろんなタイプの子が今いると思います。ただその子たちによって戦い方が全然違うんですよ。受験というものは頑張れば受かるものでもなく、塾に入っていれば受かるものでもないです。それに合わせた対策というものが重要になります。それは志望校なり学校なり試験なりに合わせるだけではなくて、自分自身もそこに合わせていくとか、自分自身に合わせた戦略を考えなきゃいけない。これが重要。これが井の塾流の内申点なくても大丈夫、なんとか逆転できるぞっていう対策になります。じゃあこれについて話をしていきたいと思います。例えば内申点が4倍される、このねタイプ4っていうものに関してはもう内申点がないとかなり厳しいんですよ。当日で1点取ってもダメなんですよ。もう内申点だけで4点分になっちゃってるから。ですると当日でいくら上げても無理。そうするとその学校は受けない方がいいっていう判断になります。もちろん内申がね1とか2ぐらい違ってればまあギリギリとか思うかもしれないし、あとは普通科ではなくて総合学科とか専門学科とかであれば内申点がなくてもそんなに気にしなくてもいいって話になりますが、とは言ってもやっぱり厳しいってなるので、そういった学校は受けない方がいい。なんでタイプ2とタイプ4の内申点を 1.5 倍とか2倍する学校はもう内申取れてないんであれば厳しいって思った方がいいと思います。次にタイプ1とかタイプ3とかタイプ5の内申点よりも当日点を重視したり、当日点と内申点が同じ比率、こういった学校に関しては当日点を上げれば受験で受かるんですよ。ここ大事。そういった戦い方をしなきゃいけない。ただここでさっきも言ったんですけども、内申点が今あるないで全然戦い方は違います。例えば内申点がある子は今自分はどれぐらいの点数を最低取らなきゃいけないのかっていうのをまず決めます。その点数をしっかりと守る。よくね点数を取りに行ってケアレスミスする子いますけども、そういった戦い方ではなくてもうガッチリと固める、もう防御防御防御みたいな攻めをすれば手薄になっちゃうんですよ、守りが。なのでしっかりと取らなきゃいけないところを取る勉強をした方がいい。ただもちろん内申点がない子は攻めの勉強をしなきゃいけない。点数を取らなきゃいけない、取っていかなきゃいけない。もちろんケアレスミスする可能性もあるけども、それでも攻めていかなきゃいけない。こういった当日ね、当日の話ですよ、そういった勉強をしなきゃいけない。だから時間配分に関してもどこに時間を割くのか、どこに時間を割かないべきなのか、こういったことをちゃんと考えなきゃいけない。まずは時間配分だったりとか守りの姿勢とか、そういったものを理解してほしいなと思います。こっからは対策方法です。まず守らなきゃいけないタイプの子は自分自身がどこに穴があるのか、どこに穴がないのかを、これを探しましょう。これは両方ともね共通なんですけども、まず探すのが大事です。対策というものはね、分析から始まって対策なんですよ。集団塾とかね、もう対策対策対策なんですけども、お医者さんで見てもらってないのに薬出されても、それ薬効果本当にありますかって話なんですよ。だから自分にとって必要なのかどうかっていうのを判断するためにはまず分析をしなきゃいけない。分析をしましょう。でどこに穴があるか、どこに穴がないのかを見ましょう。その穴に対して埋めるか埋めないかをかなり考えましょう。一番ダメなのは穴があるから全部埋めようとすること。これはね、残り1ヶ月2ヶ月で間に合いませんよ。特に数学とか理科とかの難しい問題、これはね伸びにくい。あとは英語とか国語とかっていう能力が関係してくるところもやっぱ伸びにくい。そこをしっかりと問題ごとに判断しなきゃいけない。これね動画で出そうと思ってるんですけども、これねぜひ見てほしいなと思いますよ。そしてその分野をどういった教材で埋めたらどれぐらいの時間がかかるのかっていうのをしっかりと考えましょう。これは自分だから分かることですよ。誰かが知ってるわけじゃない、まあ、もちろん目安はありますけども、それをしっかりと取らなきゃいけないのか取らなくてもいいかを判断して、そこに対して対策を取るか取らないか、点数を埋めるか埋めないか、これは判断してください。ただ取れないところを取らなきゃいけないわけじゃないんですよ。内申点が高い子はね、もう足りちゃってる子は、どっちかというと点数を安定させる方を重要視した方がいいと思います。次に内申点がない子は、これは攻めなきゃいけないです。分析をまずして、自分にとって必要な分野とか問題とか傾向とかいろいろあるんです。だけどそれじゃダメなんですよ。それだけじゃダメです。そこを埋めるか埋めないかの判断で埋めなきゃいけないんですよね。埋めなくてもさっきの人は良かったんです。だけど点数が取れてない子、内申点が取れてない子は埋めなきゃいけないんですよ。この埋めるという作業、例えば2週間かかるっていうんであれば2週間かかるんだけども、だけども他の分野とか教科だったら1週間で埋まる、だったら両方一緒の1点なんです。だったらその1週間の方に時間を回さなきゃいけない。
全部満面なく埋めるんじゃなくて、埋めなきゃいけないんですよ、もちろん埋めなきゃいけないんだけども、時間を考えて埋めなくてもいいか埋めた方がいいかっていうのをちゃんと判断する。これ大事、こういうのをぜひしてほしいなと思います。最後にね、どういった教材使えばいいのかっていう話をしていきたいと思います。まず穴を探す、今自分がどこが弱点なのか、まあ、集団塾に通ってる子はプリントとか教材もらうと思うのであんまり買わなくてもいいと思いますが、公立高校受験、個別指導塾に通ってる子は特に買ってほしいのが、下の概要欄に URL 貼っておくんですけども、ブログの方にも書いてありますので、そのブログでもチェックしてほしいんですけども、全国入試問題正解、これぜひ買ってほしいなと思います。もうブログの方ねチェックしてください。もういろいろ書いてありますので、これを国語、英語、理科、社会は買ってください。でそこで穴が出てきたら埋めましょう。何の教材で埋めたらいいのか、僕がおすすめなのは解き方シリーズ、応文社から出てる教材です。これも下の概要欄のブログに書いてあります。これをぜひ使ってください。もしくは塾技、ただ塾技も解き方シリーズも一長一短なので、どっちが合うかっていうのは本屋さんで見つけるか、まあ、解き方シリーズでいいかなと思います。ただもちろん学力があるかないかによって教材変わってくるので、これは今上位校を目指す子たちに言ってます。中堅校ら辺は愛知県の場合マイページ新研究制限ノートとか買ってあると思いますので、それの一番後ろの部分とかその分野をやるっていうのも手だと思います。また理科に関しては分野ごと対策取った方がいいっていうんであれば、ハイクラス徹底問題集、こういったものも一つおすすめです。じゃあ数学どうしたらいいかって言われるんですけども、数学に関してはもう私立高校の過去問とか解いて、で苦手な部分を学校の教材それで対策取る、そしてもう少し上の問題を解きたいっていうんであれば、まあ、解き方シリーズがおすすめかなと思います。もっとさらに難しい問題解きたいっていうんであれば、応文社の分野別という教材があります。これもね下の概要欄に全部貼ってありますので、そちらをぜひ見てください。はい、いかがだったでしょうか。伊能塾は内申点なくても結構受かってる子多いです。内申点なくても諦めない、諦めないやつがやっぱ強いですよ。いやもちろんどうするかっていうのを考えるのはその方次第なんですけども、ただおすすめなのは対策方法、これをしっかり考えてください。もしね対策方法分かんないって方は生放送やオンラインコーチングを申し込んでください。そしてねまた動画でも説明紹介していきたいなと思いますので、皆さんね興味ある方はぜひねチャンネル登録高評価、そしてその動画を待ってください。合格判定サイトもねぜひね利用してください。ぜひブログの方をよろしくお願いします。それではバイバイ。So pretty, travel light.